よし、ここにね、問題よく見てよ、はい、いい、はい、黄、緑、なんかわかりません。黄色、緑、ここに入れるのは何でしょう。これでいい、うん、あ、これ合うね。黄、緑、黄、緑、黄、緑。じゃあ、ここへ合う？合わない。合う？合わない。やっぱり黄色か。第2問、第2問。じゃあ、見てた。見ちゃダメよ、答え。見てた。見ちゃいか。いい？緑、黄、赤。緑、黄色。黄色。黄色。ここは何でしょう。青ダメ。黄色。赤ダメ。ダメ。ダメ。これでいい？いいよ。あ、こうならいいのか。並び方があるんだ。じゃあいくよ。緑、黄、赤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 ってなるわけだ。なるほど、なるほど。じゃあ第4問、これはいいでしょうか、いけないでしょうか。ダメ。赤、青、赤。ここ何があるか。青、赤。いい、ダメ。赤。これダメ。ダメ。ダメ。赤。何？赤。これいいの？うん。あ、これいいね。赤で、青、赤、青、青、赤、ずっと続いていくんだよ。じゃあ、これはどうでしょう。赤のままでいいでしょうか。いけないでしょうか。これどう？なんだか、青。ごめんね。まずいくんちはこっち来んなって。あ、わかった。わかった。これいいですか、これ。青、これ。これ、ここ青入れてみるよ。これダメ？ダメ。これダメ？ダメ。これどう？いい。じゃあ行くぞ。青、赤、黄、緑。青、赤、黄、緑。これでいいんだ。なるほど。これは難しかったね。あ、見えた。見ちゃダメよ。じゃあ問題。ここに、あ、見ちゃったわ。青じゃないでしょ、これ。青入れるとね、困るんだよな、これ。赤。青。赤なの？赤。赤入れる？菅原さん、赤言ってくれましたので、赤入れるよ。ほんならいい？そうすると、青、赤って並んでるわけだ。じゃあ第2問。意味わかんない。じゃあ初め、最初は隠しておくな。じゃあ、ここは何で？黄色。見たわね。見たよ。青、言ってみろ。黄色。緑。ここは何でしょう、じゃあ。黄色。じゃあ、黄色入れてみるよ。さあ、どうだ？いい。ほんならいい？いい。あ、そう。それじゃあ第3問。これは難しいぞ。見えた。ここはなんだ？赤。赤でいいの？うん。赤でいいの？赤。これでいい？うん。そうだ。あ、そう。綺麗なんだね。それじゃあ最後のこの問題が難しい。これなんだろう。これは難しい。緑入れてみるか。緑じゃないと思うよ。緑。赤。赤だとうまく合わないもん。青。これは青じゃないのか。青。だって黄、赤、緑やろ。黄、赤、緑で黄、赤、緑、青。なんでいいじゃん。一つずつ並んでるの。それともこう並んでるのかね、これ。あ、こうで、黄、赤、青。で、こっち緑ないけども、こっちの方に緑って並んでるって考えると、うまく落ち着くんだけどな。
もういいか。よし、じゃあ今日は皆さん数の勉強をします。数といってもおかずじゃないんだぞ、さつみさん。俺がね、キータちゃんっていうの。友達見せてあげようか。キータちゃんっていうのはね、何？寒い？そうだね。もう、でももうじき春になるからな。ね？キータちゃんね、一生懸命言葉の勉強してるの。そうだろ？じゃあ言ってごらん。こんにちは。こんにちは。どうもおかしいんだな。何？上手に言えない？言えないの？練習すればいいじゃない。してもダメ？じゃあ先生教えてあげるから、いい先生だから。先生のこと好き？ん？先生のこと好きな人と思う？変な顔、変な先生？変な顔？先生のパンツにうんちゃんついてる？先生っておっぱい臭い？おっぱい飲んでるかって？えいちゃん飲んでる？飲んでない。だからさ、いいの、そういうことは。先生が一体に言ってごらん。いい？あーって言ったら大きくしてあえて、あーって言うの。いい？できる？あ。まあいいか。できた、できた、できた。じゃあ今度は、こんにちは。まあいいか。いいね。じゃあみんなにこんにちはって言うとね、こんにちはって言ってくれるから。何？変な顔の人が一緒にいる？誰だそれ。面白い顔の人がいる？誰だそれ。名前を言ってよ。林ひろし。どこが変なのよ。鼻が逆さまについてる。おじいちゃんみたい。おじいちゃんだもん、僕は。何よ、元気がない？そらね、昨日ずっとテレビ見ててね、寂しかったんだな。みんなにこんにちはって言うとね、松井さんもね、元気よくこんにちはって言ってくれるよ。わかった？じゃあみんなに言ってごらん。こんにちは。みんなも元気ない？ね、元気よく言ってあげてよ。こんにちは。わかった？ちゃんとこんにちはって言ってくれたじゃないか。何？もうねんねする？じゃあねんねしなよ。おっぱい？おっぱい？おっぱい？この人ね、町さんごめんね、まだおっぱい飲んでる。おっぱい、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 おっぱい。何？え？え？何よ？もう一つ？贅沢いいんじゃない？もう一つ？二つ欲しいの？二つもないぞ。二つもない。二つおっぱいあったかな。おっぱい。おっぱい。あったあった。あったあった。面白い。あったよ。これ。あったね。心臓じゃん、心臓。ラブラブハートだぞ、お前。心臓。でもおっぱいじゃないじゃん、ラブラブ。心臓じゃん。これでいい？何？ん？おばあちゃんみたい？おばあちゃんみたい？昔にのおばあちゃん。いいじゃないの、おばあ。じゃあ上上げてあげるから。これでいい？ん？これでいいの？じゃあどうするの？飲むの？どこで？中に入る？やめとき。わかったよ。入れてあげるから。くすぐったいな。エリちゃんおっぱい飲んでる。あんたもしい？おいしいの？あんたのお尻臭いね。どんだけ入れてんの？無限大豆。ここで寝てるの。無限。けど、キータちゃんのベッドなの、ここ。寝たか？寝たか？寝たみたい。
年齢したの？ゲあんた赤ちゃん起こしちゃダメでしょうが。ギャオ。ギャオじゃないわ。おい、起きろ。じゃあ今日の勉強、カズの今日はまとめをやりますよ。ここにいるのは何だかわかる？ビュン。何これ？飛行機？飛行機じゃない。ビュン。と、あ、新幹線？素敵な人。ビュン。林先生。そう、正解、君分かってる。素直な気持ちなくすんじゃないのよ、10年も20年もいいね。ベン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 こっちはもっと変？こんな変で、とっても変な顔じゃないって、僕は。そうじゃない。林先生が変で、そっちの髪の方が、かっこいい。だけどさ、なんでさ、そっちのやつさ、髪の毛が髪に変えたの？いいじゃないの。この林先生が元気よく言いました。こんにちは。こんにちは。子供たちも元気よく言いました。こんにちは。おう、松井さんも言ってくれてましたよ。こんにちは。こんにちは。遠慮しないで言っちゃうぞ。こんにちは。こんにちは。元気のない人ね。これがある。これ知ってる、松井さん？言ってないよ。いや、これ入れるとね、元気出てくるね。やってるか。これ入れるときね、大人はね、ここで入れるの。子供はね、お尻から入れる。じゃあ自分でやるよ。自分でやんな。うん、ああ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 、今日はね、結局、挨拶した。ねえ、もっと抜いて。もっと抜くの？もっと抜いちゃうの？もっと抜いちゃうの？もっと抜いて。もっと抜いて。ちょっと待って、おしっこ漏らしちゃった。もっと抜いて。ちょっと待って、うんちまで出てちゃった。うわ、臭い。もっと抜いて。もっと抜いちゃうの？うん。こうやって抜いたら死んじゃうじゃないの。死んじゃう。死んじゃう。いいって、僕は。もっと抜いて。パワー抜いちゃうの？うん。みなさん。もっと抜いて、もっともっと。あんまり大きな声出しちゃダメよ、今日。うん。先生、元気だ。いいな。こんにちは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 。もっとパワーつけ。そんな大きな声出しちゃダメ。こんにちは。こんにちは。あ、もっとパワーつけ。あ、やめる。これで本当。あー、せっかくおじさんになってたのに。あ、手伸びしてる。うん、あ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 。よくも私の力抜けていったね。はい、じゃあ、これがもどもよ。先生よりパワーを出してみろ。できるか。まだ負けない。もうちょっとパワー入れとこう。いいな。お前、元気だぜよ。じゃあ行くぞ。こんにちは。サーカスさせろ。こんにちは。そんなパワーで、あの大津波をやっつけることができるか。